今回7度目の開催となるファイティングネクサス。幾度の死闘、そして感動の対戦がこれまでこの舞台に刻まれてきた。今年6月には海外初開催となる韓国大会を実施。日韓対抗戦、そしてロードトゥファイティングネクサスなどの試合を行い、イベントを成功に導いた。さらにはこの韓国大会をきっかけに、同国ナンバー2イベントトップ FC とのパートナーシップ契約を発表。これにより今後のファイティングネクサスには韓国からの競合が続々と来日するほか、日本の精鋭たちがトップ FC の頂点を目指して挑戦することも可能になった。ますます進化を続けるファイティングネクサス 7.24 大会もその勢いは止まらない。3分2ラウンドで行われるアマチュアルールの試合、ここからプロへの階段を駆け上がる選手も増えている今、各団体も注目するカードが並ぶ。そして新たにネクサスジュニア部門を設立。これからの格闘技業界を担う逸材をファイティングネクサスが発掘し育て上げる。そして5分2ラウンドの戦いは、その全てが生き残りをかけた非常なるサバイバルマッチ。これこそが日本 MMA の醍醐味、そしてファイティングネクサスの真髄。男たちの魂を削る戦いに乞うご期待。 7.24 新宿フェイスファイティングネクサスボリューム7、チケットは現在絶賛発売中。格闘技の未来を背負う男たちの戦いを見逃すな。